なんか、リクエスト OK にしてるんだけど、入れないんだけど。はぁ。私も送ってみようか、あきちゃんに。あきちゃんにリクエスト送っといた。これできるのかな？あ、あきちゃんが再起動です。すやごば、い。髪伸びたね。伸びた。かわいいす髪ごしい。てんじゃないですか、先あ輩。きちゃんは？なんか圧を感じた。何時からやってるの？引かないですか？当て 8 時よ半。う。7時半？3時間半しとる。おお。ずっと脚本を書くというだけの配信をああね。してたら、ほとんど無言だった。すいません、一ついいですか？そちらはい。のモカピーに連絡をいただいてて、返信したんですけど、帰ってこないんですけど、生きてます？私も帰ってこなくて、あ、ですよね。1モ時カ間は帰っピー。てきてないっすね。あ、も、あ、私2も時4間。時間ぐらい。2、3時間帰ってきてないですでよすね。ね。よかっはい。た。9時34分の LINE に既読が1しかついてなくて、ねねちゃんしか返事が来てないので、あ、じゃあ、それねねは、ぴーの方にした方が良いのですか？いや、あれねは。ねぴーそれはも担当外。1時間ほど音信不通です。あー、なるほど。じゃあ、まあ、待つしかないっすかね。待つしかないかな。秋でもいい？うん。送っとく。あ、多分絶大対丈夫。秋は多分何も役に立たん。いや、でもね、いらっしゃい。渡したいものがあるのよ、そちらの方にね。バレンタイン？ あれ止まってます？大丈夫ですか？電波が。電波がちょっと。電波が。で、電波が。全然手前。一歩満足やん。そのリズムはちょっとそう返さなきゃいけない気も。そうやいや、多ろ。分なんか会議してるんじゃないかなと思うんだけども。まあ、そりゃそうなのかしらね、やっぱね。どうやら。なるほど。じゃあ待っとこ待っときな。待う。どうちすな。る？はーい。でもなんか、そっちにもめっちゃ1ミリかもしれんけど、協力できそうなのがなんかやっぱ嬉しいよね。互いに。何ですか？ピンマクジので髪の大毛したこ提とな供い。するとかですか？で、まあ、そんな感じよ。あ、なるほど。そまあ、そうですよね。やっぱ、首領セイルはピンクの髪って私が脚本に書いたんで。秘密でした、まだ。そうだったの？だからか。だから、髪切ってくださいっていうお願いが言ったと思うんですけど。そうだった。その交渉をモカピーにしてこれやばい。ショールームだった。嘘？これズームじゃ流ないの？れてたよ。これズームじゃないの？ズームだと思ってた、これ。何の遊び？なんか、ハルターさんといっぱい喋るの久しぶり。確かに。でも、公演一緒だったね、この間。この間ね。けどなん永遠か、にしゃべ、それまでがずっと、いたから。なんか、劇マジ始で、まっ全て然会っから。てなかった。わかね。る。他のチームの人と会わないよね。この間の中間発表の時に生きとるんやって思った。わかるわかる。久しぶり見たもんな。はるた不敵な悪い。不敵ってなんという意味？なんか、悪そうな。ああ、理解理解。ああ。あそれあ、ズーム背景？
これスマハゲじゃない。これバーチャルじゃないですね。これ本物です。あ、本物？それが本物？これが本物。どれが本物か正直わかんないんだよね。いや、本当に、っていうかなんか、真剣なドキュメンタリーで舞ちゃんがこれにしてたのが一番面白かった。え、そうなの？うん。ウケるんだけど。なんか、スタッフさんにも、っていうか、ノーミーツさんにも、この素材が配られてて。すごい。コミカドさんがこれだったんですよ。逆にさ、それ画像だったの？これ画像、これ画像だった。いや、なんか、アキがこうした時のやつをツイッターで拾って、載せたらみんな使い始めた。すごい。やばいね、そうなんや、そういうことなんや。噂によると水色アルタイルはこれが全員背景だって聞いたんですけど、まあ噂によると、ね、まだ言っちゃダメですか？これまだダメでした。ダメだよ。その中に、その本の中にその背景使えることまだ出してない。嘘、やばい、言ってしまった、どうしよう。やば、まあいいんじゃない。やばいやばいやばい。これにアルタイルの人見てなければいいよ。リコピーが見てなければいい。絶対秘密ですよ。言ってない。分かった。私役者だから大丈夫。うん、そうだね。うん。使われやろ。なんでだ。なんでだ。どんなシーンで。アビスパサポーターの役。だったらもっとあるよね、アキちゃん。いっぱいもっと。アキちゃんじゃいっぱいあるもん。いっぱい。全部提供できる。はは、ねねちゃん怒るようだって。ねねぴー、ねねぴー、いらないこんなすぎてる、なくったって勝てるんだ。あ、なんかさ、うん、今日からさ、そのアルタイルでさ、コラボ配信みたいなのしてて、でもね、なんかみんなできてなくて。あ、そうなんだ。そうで、私割とコラボ配信してるのね。あの楓とかゆかちとかと結構弾丸でやってて、うん、なんで今まで私に来なかったわけ。のぞって、そっちから来るじゃん普通。わかんないわかんない、ちょっとわかんない。だいたいそうよ。待ちだもん私。じゃあなんでもない日にしていい？いいよ。じゃあする。うん、そして2月とか、2月とか、2月とか、4月じゃない。夜中の2時とかにしちゃうから。あ、うん、いよ。起きてるからね。てってれー。今日は寝てる。あ、書いてるの本。ねね、ねねぴーから返事来ましたよ。お前ちょ、言って、ねねに。わかるかな、でも知らないかもしれない。モカは？モカ生きてるのかな。タンタンさんが連絡つかないって、なんか悲しい。返信ずっと待ってる人じゃん。いつもじゃん。いつもそんな話してる気がする。で、来なかったら消すんでしょ。消すよ。来なかったらすぐ消すんでしょ。消すよ。でも、うん、人によるね、やっぱ。うん。後輩のはあんま消さない気がする。確かに。私あんまり消されない。でも私が。あきちゃんすぐ帰ってくるから。すぐ帰ってくる。けど、なんか私が間違って、普通に5時とかして消したやつとかも、何送ったのってすぐ言ってくる。さあ、私、送信取り消し警察だから。絶対取り締まる。うん、マジ警察。めっちゃ取り締まる。ね。けど自分やるよね。うん、一番そういうところ、そういうとこあるよね。うん、ほんとそういうとこあるよね。で、こたつだよ。あ、出た。お世話になってる。私も我が家のこたつがそろそろ恋しいでしょう。そうだね、行かなきゃ、落ち着いたら、うん、今誰も呼べないような。今誰も呼べないような、あ、部屋。あれれれ、リターンズ。でも、はるかがさ、行こうとしたら片付けてくれる。うん、鬼のように片付ける。しかも優しいのが、ちょうど片付けようと思ってたんですって絶対毎回言ったのよ。いや、でもね、はるかさんが来るときは、マジで、なんか、うん、今日休みやし、さすがにそろそろ、みたいなときに来るんです
あ、そうなの？うん。じゃあすごい。この間はマジでそうだった。うん。そうだ。あ、そうだね。行ったね。アビスパ見た日。行った。楽しかった。盛り上がった。ねえ。うん。盛り上がり。テレビってな。いや、アキちゃん後輩やろ。あ忘れ、そうだリアルに普通にシンプルに。リアルに普通にシンプルに忘れとく。あ、ネネピーは寝落ちてたらしい。おはよう。あ、そうなんだ。お疲れ様。明日公演一緒だね、ネネピー。そりゃそうだろ。それ違うチームの時に言うやつだよ。あれで？そうだっけ？テレ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 テテレテレテテテレテテテレテテ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 恵方巻きと、うん、海鮮丼みたいなやつとお肉と野菜炒めみたいなやつと、うん、フルーツサンドとチョコ。それは贅沢だね。なんかさ急にどうしたみたいな、うん、食卓だよね。でもパルタンさんの胃袋は、うん、ブラックホールだから。そうよ、よく分かってるな。食べれちゃうんだもんね。食べれちゃうんだよね。あきちゃんも今日昼ご飯めっちゃ食べちゃった。なんか、あ、お昼はいいよ。いや、なんか、うん、朝起きて、納豆チャーハン作って、でも、納豆チャーハン？うん。えもしかして食したことないですか？え、待って、納豆ってチャーハンになるの？なるよ。どういうこと？我が家では定番メニューですよ、納豆チャーハン。はるか、納豆ね、マジ何年も食べてないの。納豆食べな？食べた方がいい？うん、食べた方がいい。すごい、なんか納豆きたーって書いてる。なんでだろう。納豆きた。あ、さっきはるかが納豆の話したからだ。え、そうなんだ。すごい、何年も食べてないみたいな。納豆豆の話になった時に納豆の話した。あ、美味しいですよって書いてある。豆食べた。納豆と、あ、ご飯余ったやつしたら我が家ではよくやるんですけど、うん、納豆混ぜて、で今日はシーチキンと何入れたっけな、シーチキンと、うーん、シチキンだけかも。うん。シチキンと納豆と、あと、醤油で味付けして。で、いつもはマヨとかも入れるけど、今日はマヨなしでした。美味しそう。ツナとマヨが来たらもう美味しい。とても美味しかったですね。へ、それを食べたら、2、3時間後に、おばあちゃんとちょっと、なんか食事に行くことになってしまい、え、会ったことあるおばあちゃん、うん、の方そう、嬉しい。そう、2人ともピンクだったおばあちゃんまた会いたい。私は本当にね、いつでも会ってくれるよ。うん、会いたい。なんかおばあちゃんがいろいろなんかお家持ってきてくれたからって言って、みんなでご飯に、なんか、あ、いいねって言って、魚、なんか魚と十穀米と、何食べたっけ、なんかカブのスープとケーキ食べて、もうお腹割れるって思いながら帰って。うわ、いいな。今もまだ胃に残っている。ああ、いいね。いいでしょう。いいね、いいね。いいでしょう。うん。わかる。割れんばかりのお腹よ。マジで、臨月かなって思った。ああ、
何ヶ月かは分からんけど、なかなかそうやね。うん。そろそろ生まれるかなって思った。あ、じゃあそろそろ。生まれんかった。ああ。で、不発。今、しながらチョコとおせんべい食べちゃった。いいですね。しょっぱ甘いやつですね。うん。じゃあいいや。え、あきちゃん、カレーにマヨかけるの？ちょっと入れる。あ、ちょっと入れる。こともある。なんか書いてあった。めちゃくちゃなんか物議を醸し出したんで、醸し出したじゃないや、物議を醸したんですよ。うん、醸した？うん、なんか、すごい、みんなが、えって言った。あ、そういうことね。えの方か。もう確かにマヨネーズは入れたことないかな。美味しいのに。なんか、まろやかになります。うん、でも美味しそう。マヨネーズ全然ありだと思う。だって卵じゃん。うん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 。マヨ。確かにね。みんな卵入れるじゃん。カレー。あんま入れたことないけど。どうね、ゆで卵的な？いや、なんか。でもあるよね。半熟。あ、でもカレー、ドリアには生卵ある。うん。ああ、そういうことよね。半熟卵好き。じゃあ普通か。じゃあ普通じゃんって思うのに、うん、みんなになんでマヨは入れ、なんでなんでなんでマヨとか。なんでなんで聖人。なんでなんで聖人が現れる。なるほどね。うん。面白い。生まれるのは脚本ってコメントがあった。間違いないな。いや、まだ、まだ生まれてないんかいってなるよね。じゃあ今の人生きとるんかい。確かに、もう生まれてるね。うん、そうなると。もう育ってもらわんと困る。そうだね。独り立ちしてもらいな。うん。ほんまそれ。てかさ、その相手チームの、うん。やつをさ、本読みの時にしか見てないからさ、うん、絶対もうすごいんだろうね。いや本当に楽しみやきもうね。早く見たいもん。早くね。なんかどっちも楽しみ。さ、それってさ、本番に見るべきなのかさ、やっぱちょっと早めに見るべきなのかさ、どっちがいいと思う？ゲネみたいなのがあるんじゃないですか。あ、やっぱそうかな。うん、だってアキちゃんは自分のチームの稽古すら見てないから、うん、あ、見てないですよ、ね、うん、そうそう。だから感動する毎回。あ、間開けて見るから。しかも投資でしか見なくて、うん、途切れたもの見たことがないからすごいと思う。うーん、なるほどね。全然違うよね。なんか、うん、やり方も違うし話も全然違うからんだね。楽しみ。楽しみだね。やばすぎ。この間、かえちゃんが、頑張りすぎないでーって LINE 来てて、めっちゃ可愛い。頑張りすぎないで、うん、うん。愛おしすぎた。怖いね。え、それこそ今さ、LINE 来ててさ、うん。なんか、なんか言ってんだよ。ツインテールの写真、ないから時代を送り、乗り遅れババアですって LINE 来たよ。あるじゃんね。あのさ、ラビリンスの CM の時の。うん、うん、確かに。二つ目あるじゃんね。嫌そうな顔しとったけど。うん。かわいかったですね。似合ってんのに、かわいかったよ。かえちゃんはマジで、なんか世界に見つかるべきだとも思うけど、かえちゃんがあの可愛さを自覚するべきだと思う。そこからよね、やっぱね。うん。本人が一番認めてないもんね。うん。うん、だって、あんなに可愛いのに。うん。何回ダブルタップして拡大してしまったか。ああねえ、はるかさ、ずっとさ、うん、あの、出会ってきた顔の中で一番好きって言ってるやんか、楓に。うん、ちょ、私の言い方も悪いかもしれんけど、全然信じてくれないもんね。私が規模でかすぎてんのかわかんないけど、本当じゃん。私本当のことしか言わないじゃん。うん、言わないからね。だからそう言ってるんだけど、うん、テスじゃん。え、絶対テスじゃん。で、なんかまたって言うでしょ。また。絶対嘘。テスで。わかる。私の言うことが信じられないのって私はいつも言っちゃう。え、わかる。先輩の言うこと信じらんないの？ひどくない？はるかが言ってんだよ。まあ、はるかはそう思ってるからいいけどって最後になっちゃうのよ。負けちゃうのよ。負けとる、負けとる。負けとる。
世界一可愛いって言ったらめっちゃ怒られたってコメントがある。可愛くね。かえちゃん基準の世界があるから。そうだね。まあまあそうなんだろうね。でもさ、あんなに宝石みたいな目ん玉見たことない。おー、同じく。やばいよね、あれ。うん。うん、素晴らしいなあれは。素晴らあれは近くで見ておきたいよ、ずっと。わ、うん、かる。ね。早く一緒に公園にいっぱい出たい、みんなで。それな、オブそれな。やっぱリセットをしたいな、とりあえず。リセットしたいよ。リセットしたいよね。リセットしようよ、もう。リセットしたい。今すぐリセットしたい。今しろって言われてもできるもん。絶対できる。うん、マジ自信ある。マジ自信しかないもん。ほら、もう腕が風入れちゃってんのよ。もう、いつでも飛べるよ。もう明日のためじゃなくて今日のためにでもキスしてあげるよって感じ。何それ何それ何それ私もあんま分かんのか。1年経つくない？経つ。もうすぐ経っちゃう。2月だったもん。こわ政治。でもなんか人数とかでできないんだったら H だけでやってみたいなってちょっと思う。それあーなんか言ってたよね。それでマネージャーさんにもね。古川さんがリセットだと。古川さんなんかの権限でリセットさせてください。なんかの権限で。なんかの権限で。10人で待ってみたいよね。あー間違ってるんだな文字。全部読んじゃった。言うたんだ。言っちゃったよ。言うたんだ。あー面白いね。そっか、8時半からしてるんだね。ね、バカですよね。ちょうどその時に食べてた。でも2月の後半だね。やってなかったのね。だってなんかバレンタインのネイルしてたもんな。私作ったんだ、頑張って、クッキー。ね、なんかみんなで食べたよね。うん、みくちゃんが生チョコ配り歩いてたのって去年です。去年ですよね、多分。うん、そうだ気がする。ちょ、おもろい。懐かしきすから。ねえ、マジメイク完璧だったな、あの日。ねえ。最後まで諦めなかった。その後も配信とかみんなしてたじゃないですか。うん。配信でしたかった。配信でもいいから。そう、リセットなかったんだよね。そう。配信。すいません、コントしてたんで。あ、そうだったっけ。すいません、コントしてた。リゾット、リゾット。リゾット、リゾット。リゾットって何ですか？リゾット、いいよね。リゾット、いいよね。リゾットいいよね。リゾット食べたくなっちゃったじゃん。うわっ、さっき明日絶対キムチ鍋しよう。わあ、いいね。からのキムチチーズリゾットにしちゃおう。わかる。はるかそこまでやっちゃう、いつも。ねえ、やっちゃうよね。わかる。やっちゃう。わかる。やっちゃうよね。いいね。そうで、あきちゃん。あ、でも、握手会の時会えるか。会えるね。きっと。会える。それ以降、マジで会わなさそう。だね。多分、そうだよ。うん。でも、はるか、何も知らないんだよな。私も何も知らない。なんかさ。自分のスケジュール知らん。そう、なんか、誰かの話聞いてて、あ、じゃあそうなんだって思ったりする。分かる。あ、そうなんですね。ギリギリまで。へーみたい。なんか情報が遅いんです、私は。そうなの？うん。きっと。んー、きっと。昨日豚キムチ作ってなかったっけ？確かに。え？昨日豚キムチ作ってて、朝起きても食べようと思ったら、うん、
皿から消えてた。おとんが全部食べてた。ははは。悔しかった。美味しそうだったんだろう。きっと。めっちゃ美味しかったです。昨日の豚キムチ。感動しちゃった。なんかさ、あきちゃんがさ、うん、朝にスムージー作ってくれた時あったやんか。あった気がする。マジ感動したもん、はるか。メンバーのそういうやつとか、マジで感動しちゃう。あんな生活してないけど。あの時はスムージーにハマってたんです。バナナジュースみたいなんですよね。うん、めっちゃ美味しかった。ね。うん、感動しちゃう。懐かしい。あの時がめっちゃ嬉しかったな、はるたんさんがお家に来たのが。あマジ急だったよね。マジ急だった。その急の時だったよね。いつも割と急だけど、急の急すぎの急の時だった。うん、うん、もう、あれは、それ、今から30分で片付けますって言った時。結局やっぱ片付けたタイミングなの私。うん、やっぱ結局片付け、もう散らかったタイミングになると上野遥が来る。そうそうそう。それジンクスでやらせてもろて。やらせてもろて。ありがたいっすね。はるたんさんがいないと片付けないので。定期的に行かなきゃな。うん、定期的に来ていただかないと。あと5分だって。やば。あきちゃんのとことはるかのとこの人のランキングでも読む。そうしましょう。が拍手してあげるから。実はさっき読んだんやけどね。あ、ほんと？けどもう変わっとるから。読まない。あ、確かに。スペシャルだぞ、みんな。ゾゾタウン。ゾゾタウン。じゃあ私から読みますね。はい。13位、パンチョさん。ありがとうございます。12位、台湾のミョウさん、ありがとうございます。パン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 。11位、江戸健一さん、ありがとうございます。パン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 。10位、小市さん、ありがとうございます。パンパン。9位、つよしさん、ありがとうございます。8位、アフロ川野さん、ありがとうございます。7位、ドラマとキュンデスさん、ありがとうございます。わお6位、Z さん、ありがとうございます。5位、モリカさん、ありがとうございます。まいりまいりまいり。4位、タータマさん、ありがとうございます。3位、台湾夜嵐秋かわいいあ、ちょっと待って待って。好き、グンナイ、ありがとう。2位、ショウゴさん、ありがとうございます。そして1位が匠の技を伝承さん、ありがとうございました。続いて、あ、はい、いきますね。私あの1位から読むスタイルなんで1位から。みんな逆に13位からなんだね。じゃあいきます。1位、アブサタンタンさん、おめでとうございます。ありがとうございます。2位、博多ひよたんさん、ありがとうございます。3位、ポさん、ありがとうございます。4位、46万さん、お、44、ありがとうございます。5位、ペコニャンさん、ありがとうございます。6位、ワイスタンタンさん、ありがとうございます。7位、タダタンタンさん、ありがとうございます。8位、カサッペタンタンさん、ありがとうございます。9位、ヨースケさん、ありがとうございます。10位、シンタンタンさん、ありがとうございます。11位、スズトモタンタンさん、ありがとうございます。12位、ユウカタンピョンさん、ありがとうございます。13位、大好きタンさん、ありがとうございます。気づいた？タンばっかりやって。タンばっかやん。チームタンタン麺作れるよ。そう、もう、語尾がいつからかタンだった。タンタンタン。タンタカタン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 さん。またしよう。コラボ。またしよう。多分コラボな、多分一日できると思うんだよな。うん。定点映像として流せる。うん。もう途中でご飯とか食べちゃったり。できちゃったりするから。うん。アキちゃん寝ちゃうかもけど。アキちゃん寝るよ。でもアキちゃん寝てても、アキちゃん寝ててもバンされないっていう最高の配信じゃん。確かに。バンされないのえぐいな。うん。やばい、このまま終わっちゃうよ。え、そうだね。ずっと手振っとこう。手振っとこう。6日だよね、握手って。うん。6日だね、じゃあ。今日何日だ？それまで元気で。ほんとよ、生きてて。生きてて。生きてるんだぞ。みんなありがとう。
ツインテールでした。本当ありがとうございます。一応止まってあげる。つながってるのか。つながってそう今。本当だ。なんかに見えそう。これ頑張る。これ終わっちゃったら悲しいね。またね。ね。バイバイ。またね。うん、6日ね。